yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane。どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。最近ね、在宅ワークがもう主流になってきたと思うんですけども、皆さんは、どんな場所で仕事をされてますか？僕はこの後ろにねあるこのね、デスクとこの大きなディスプレイで仕事をすることが多いんですけど、実際のところ本当のことを言ってしまうと、もっとねダラダラしながら、仕事をしていることが多いです。僕のメインマシンってこの M1 MacBook Air なので、もうこんな感じでこの無印のダメになるソファー、ここにこうやって寝転んで、でここでこうやってパソコンをねいじって、こう仕事のメール返したりとか動画編集ですねすること結構多いです。なんだったらさっきのデスクと割合的には半分ぐらいこっちの方で仕事していることあります。やっぱり家の中で長い時間今ね働くようになってきたので、こう同じ場所だとちょっとねこう飽きてしまう時あるんですよね。でそういう時にここでゴロンと転がりながら、仕事をねしたりするんですけども、僕のような形でこの家の中でもこういろんな場所とかいろんな体制で仕事をしたいっていう方、多いと思うんですけれども、今日はですねそんな方におすすめの、アイテムがあるのでご紹介したいなと思います。そのアイテムというのがこちらですね。これデスクエニウェアという名前のアイテムになってまして、こちらファーイーストガジェットさんというガジェットの周辺機器作っているメーカーさんと老舗のカバンメーカーさんが共同で作ったアイテムになってまして、こんな感じですね、こう持ち運べるクッション付きのデスクになってるんですね。でこれね、1ヶ月間ぐらいちょっと僕お借りして使ってるんですけど、結構ねいいんですよ。家の中でこういろんな場所でね働きたい、しかもこうリラックスしてこうダラダラしながら、仕事をしたいっていう人にねすごくね合ってる商品だなと思いますので、ちょっとね今日はこちらご紹介していこうと思います。このデスクエニウェアですね、先ほどお伝えした通り、持ち運び式のデスクっていうものなんですけれども、こちらのですね天板、ここに木材が使われていて、こっちは硬いんですけど、こちら側がクッションの素材が使われているので結構ふかふかね柔らかいんですよね。で張りのあるこのファブリックのね素材が使われていてっていうアイテムなんですけども、これ、どんな感じで使うかというと、これどういう感じで使うかというと、こうですね上に、このパソコンを乗っけてこの、ちょっと角度をつけて使いますっていうものになってます。でこちらクッションがついているので、こんな感じで膝の上に乗っけて、でこの膝の上ねこのパソコンを、いじるのにすごくね適した形になってるんですね。ここの、角度がですねちょっとついていて、これ10度ぐらいついてるんですけども、その角度がつくことによってちょうどねこの手も打ちやすいし、この画面も上がって、ちょっと見やすくなるっていうアイテムですね。で結構僕もこの膝でやること多いんですよ。膝の上でこのパソコン乗っけて作業すること多いんですけども、やっぱりね直接だとちょっとねこう、パソコンが硬いっていうのと、あとこのパソコンがねあったかくなってくるんですよね。ももの上がちょっと暑いなって感じることがあって、そういう時にですねこれあるとすごくね便利だなと思います。このですねクッションに机がついてる、アイテム、これ自体はそんなに珍しいものじゃないんですよ。割とその IKEA とかニトリとかね、一般的なこう家具メーカーさんでもこれね発売されたりするものなんですけれども、このデスクエニウェアがちょっとねこう、いいなというか今の時代に最適化されてるなっていうポイントがあるので紹介していきますね。こちらのデスクエニウェアですね、ただのこのクッション付きデスクってわけじゃなくて、このね中にね空洞があるんですね。こんな感じで、中にねパカッと開くポケットがありまして、この中にこう物を収納してこう移動することができるっていうのがね、このデスクエニウェアの、一番のね魅力かなと思っています。例えばもうこの中にですね、僕だったらこの MacBook Air 13インチの MacBook Air を、こんな形で、スッと入れてあげて、でこれがね、ちょうどすっぽり収まります。だいたい13インチ14インチぐらいの、大きさのパソコンがそのままねこの中に入ってしまうんですね。もう本当にちょうど、この MacBook とか、これぐらいのパソコンに合わせて設計されたなっていう感じるね、アイテムで本当にこうぴったりですね。そして中にはですねこのちょっとねこのちっちゃなポケットがね何個かついてまして、
この中に例えば充電器とか、あとはこう充電のケーブルとかですねを収納しておくこともできます。なのでこうパソコンとか、そのパソコンの周辺機器ですね、家での作業に必要なものをですねこの中に入れて全部ね一括で持ち運べるっていうのがね、これいいところになってます。でこの中にはですね1個最初から付属でついてる、こういったねアクリル製のスタンドがありまして、下部のね溝にこうカパッとつけてあげることによって、この上にパソコンを置いた時にこう角度をつけてもこうずり落ちないようなこのストッパーの役割を果たすっていうパーツですね。こういった周辺のパーツとかもこう中に入れて持ち運ぶことができます。いつものデスクでちょっとね疲れたなとかリラックスしたいなって時はこのデスクエニウェアとともにですね、こちらの方に移動してきて、で中にですね、パソコンとかも入れてあるので、パソコンを取り出してこのデスクエニアを乗せて、でパソコンを乗せて、こんな感じでね、作業を、していることも結構あります。今まではこの、下に台がなかったので、ここで作業するときって結構この下の方を見てたんですよ。まあね、この体勢自体がもともとねあんまりよろしくはないんですけども、まあ、それにさらにこう輪をかけて下の方を見ているので、まあ、すごくねこう肩とかね首が凝りがちだったんですね。まあ、なんですけど、まあ、このデスクエニウェアをこう乗せてあげることによって、まあ、結構ですねこの目線の位置がだいぶ上がるんですよ。本当にこう真下見てたぐらいのところから、まあ、ちょっとですねこう斜め下ぐらいになるので、まあ、だいぶねこう作業はねしやすくなったと思います。このクッションも柔らかいので、こう長時間ね膝の上に乗せておいても全然ね痛くなったりとか熱くなったりもしないんですね。一回この姿勢で落ち着いてしまうと、しばらくねこの姿勢で痛いなってなって、まあ、充電がねこう切れてしまう時とかあるんですよ。でその時とかはですね、この、モバイルバッテリーをこのねデスクエニウェアの中にこう仕込んでおいて、このデスクの中からですねこの電源を供給しながら、作業をね、したりするっていうこともあります。まあ、余談なんですけども、僕まあ外部ディスプレイもね、よく使うんですけれども、割とねこの MacBook の画面だけこれだけで作業するのもすごく好きで、もともとはねこの画面1画面派だったんですよね。やっぱりこう画面がねこうそこまで広くない分、タスクがねやっぱ一つのことに集中できるというか、1画面1タスクみたいな感じでこうこのね枠の中でこうマネジメントをして仕事をする形になるので、結構これもこれでね集中できていいんですよね。なのでこう短時間で一つのタスクをねこうちょっとリラックスしながらこう終わらせたいなという時に、まあ、こちらですね膝の上に乗せてこんな感じでパチパチと作業していることが多いですね。はい、というわけで今回は、こちら、どこでもね、リラックスしながら仕事ができるツールデスクエニウェアについてお話をさせていただきました。まあ、細かい部分なんですけど、このね持ち手が革になっているところとか、ちょっと温かみがあってこうインテリアともね馴染みやすいデザインというね、こういったところがねすごくいいなと思うアイテムですね。結構こういうこうワークツールというか仕事の道具ってどうしても意識が高くねなりがちなんですけども、これはちょっとコンセプトが違うというか、こう家の中でもねこうだらっとしながらゆっくりしながらこう仕事もしましょうみたいな形のね、ちょっとこの優しいコンセプトのねところがいいなと思います。こちらは今クラウドファンディングで、出資募集しているアイテムなので、もし、ね、気になった方は概要欄にリンク貼っておきますので、そちらの方をご覧になってみてください。こんな感じでねこのチャンネルモノグラフでは、こういったねちょっとした、ガジェット周りのアイテムだったりとかインテリアについてよくねお話をしておりますので、もしこの動画が参考になりましたら、ぜひいいねもしくはチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの小池でした。バイバーイ。